シューズを履いていません。そしてこのサムライマークハントとの体重差は 27.7kg。 この両者お互いをよく知る2人です。同郷です。顔面への攻撃を認めたため、この試合は通常ルールで行います。聞こえたでしょうか、4点での膝蹴りを認めたため。さあこの戦いはミノワマン Z のものか。いよいよ第1ラウンド始まりました。前に出ていく、いきますね。左のフック、その体を背中から大きくなっています。ミノワマン Z、 しかししくって倒しになったサムライマークハント。さあダブって首を抱えます、サムライマークハントです。まあでも石渡さん、まず体見た目大きくなってますからね。はい、ここは一つ変身した、進化したところでしょうか。めちゃくちゃ楽しみですね。さあ中央取っています、この大きな背中です。一時は90キロの後半まで行ったという話でした。右のフック、空振り、逆に食らってしまった左。杉山さんどうですか。はい、すごいです。ミノワマン選手が、ミノワマン Z 選手がこんだけ打撃を見せてくれていて、もう私ハルクトーナメントとかミノワエクスタの時から大好きだ。モロクも崩れるミノワマン Z。 左からプレッシャーかけます。杉原さん、やはりこうダメージっていうのもこう感じますよね。そうですね、さあ上からいつもここから足換とかで勝ってくれるヒーローなんですよ。見てきましたね、はい、ボムサップ戦もそうでした。まあ、化け物としか戦ってこなかった男です。あ、しかし背中を向けてしまった。石渡さん、まあ、厳しいですね、はい、体伸ばされる。立ち上がります、必死に立ち上がります。 Z、 体伸ばされます。完全に体伸ばされてしまった。レフリーのストップを待つだけなのか。いや、ミノワマン Z、 今度体を整体的な、なんとか立ち上がれない、立ち上がれない。バックに回ります。 117.65kg が襲いかかる、背中から襲いかかる。なんとか立ち上がろうとしますが、サムライマクハット選手めちゃめちゃレスリングというか、あのコントロール上手ですね。そうですね、僕は打撃だけじゃないんですよって言ってましたもんね、はい、グラウンドできるんですと。もう顔が好調している。でも立ち上がろうとする Z。 あ、でもマクハット選手鼻血出てますね。出てますね、グラウンド Z の攻撃入ったか。そうですね、石渡さんヘビー級ですからね。そうですね、さあ動きが止める、止まるとレフリー止めちゃってしまいます。さあヘブンを見せるか、終わった。ミノワマン Z のサムライマーク、お披露目です。Z を感じられました。なるほど、はい、ありがとうございました。美容さん、美容さん、マリア、どうもの先輩でしょう。もう、まあ、なんかリングやり残してることあるんじゃないですか。ああ、もしかして。なるほど、やらないですか。やってくださいよ。子供のためでしょ。SRF 世界平和スタンディングリアルフィスト。ああダメだ、我慢できない。
会場をみんなやってほしいですよね。今ミノワン Z に拍手が送られます。拍手に迎えられます。やってくださいよ。声を出すのは禁止。しかしたまらず出てしまいます。ミノワンコールが聞こえてくる。涙も見えます。ここはミノワイクシサの故郷からほど近い愛知県体育館です。ミノワマンが帰ってきた。いや、ミノワマン Z が帰ってきました。鳴り止まぬ手拍子の中、杉山さん大丈夫ですか？はい、大丈夫です。おい、サムライマークハント、質問。サムライマークハント、俺はね、負けてねえぞ。参ったしねえぞ。レブリーが勝手に止めたんだよ。俺は負けてねえよ。まだできたよ。だけど今日は、まあ、結果が出た。でもお前の勝ちだ。ありがとう。おめでとう。ありがとう、本当に。今日来ていただいた皆様、本当にありがとうございます。宇宙の皆様、宇宙、本当にありがとうございます。ミノワマン Z はここからスタートです。今日負けちゃったけど、ぜひ Z をみんなで作り上げていきましょう。このサムライマークハントからアピールもらったように、せっかくなんで、スタンディングリアルフィストやらせていただきたいと思います。じゃあ皆さん、ご起立ください。スタンディングリアルフィスト見られそうです。いいですか？夢のようです。初めての方もいらっしゃると思うんですけど、やり方を教えます。ミノワマンが行くぞーって言ったら、おい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 うーおい、お願いします。盛り上がったらおかわりしますんで、一緒に行こう。ありがとう。みんな、夢を持ってますか？持ってます。その夢を描いてください。いいですか？その夢を拳に乗せて全力でいきましょう。いきます。いくぞー。おーい、おい、おい、この場面を作ったのはサムライマークハントです、2人頭を下げてケージから遠ざかっていきます。また会おう、また会おうの言葉を残してミノワマン Z が退いていきます。そして今現在戦いの模様が、サムライマークハント選手、そして杉山さん、ミノワマン Z 選手にレフリーが止め